どうも皆さんこんにちは。本日の戦いも何卒よろしくお願いいたします。さあ、それでは本日とあと15日の対戦相手ですが、もう映っているこちらの4足になります。はい、ということで本日5月12日ですが、ちょっと寝坊をかましまして、すでに9時ちょうどになっております。いやー、危なかった。もうちょっと遅れてたら挑戦すらできなかったというような事態でしたが、なんとかギリギリ目を覚ましました。ということで早速エントリーを進めながらにはなりますが、まずは今日のダンクのフリップと AJ1KO に挑戦をしていきたいと思います。で、今日の2足については5月に欲しいスニーカーで AJ1KO が5位、ダンクのフリップが2位という、まさに欲しいスニーカー2足が同時に発売ということで、めちゃくちゃ気合が入っております。いや、気合が入ってんのに寝坊すんのかというような感じですが、一回目が覚めていろいろ仕事と動画の準備をしたりして、あとはスニーカーズ待ちやなとか思ってたら、気づいたらうとうとしておりました。で、一応事前抽選もかなり申し込みましたが、現時点では朗報なく、おそらく全滅かと思います。という感じでスニーカーズが最後の戦いになるかなと思います。という感じで肝心のスニーカーの方に触れていきますと、まず AJ1KO についてですが、7年ぶりぐらいの復刻ということで、まあ簡単に言うと、オリジナル当時は AJ1 を作るのにコストがかかってしまうから、ちょっとキャンバス地で廉価版の AJ1 をキャンバスで作ったみたいな位置づけだったかなと思います。ちょっとこれ間違ってたらすいません。で、個人的に AJ1KO というモデルがすごく好きでたまらないというほどではないんですが、まあ世間的にもそうだと思うんですが、やっぱりシカゴカラーは個人的にも AJ1 の中でも最強のカラーだと思っていることもありまして、挑戦していこうというような感じです。で、 AJ1KO については今後もいろいろなカラーバリでリリースされる噂もありますが、そちらは色次第で狙うか決めていこうかなというふうに思っております。で、続いてダンクですが、まず紙のフィルムで包まれていて、その中から左右非対称のパープルとホワイトのダンクが出てくるみたいな変わった仕様になっています。で、個人的にはこのフィルムについては全然惹かれる要素がないのと、もともと左右非対称のモデルが好きというのはあるんですが、それも今回についてはそこまで惹かれる要素ではなくて、で、数種が逆というのもまあどっちでもいいかなっていうか、まあ逆じゃなくてよかったんじゃないかなというようなぐらいの感じです。で、それでも欲しいというのはやっぱりこの裏ダンクのカラーリングが好きというのがめちゃくちゃ大きいですね。いや、本当に当時の憧れとかも強いモデルなので、正直普通に裏ダンクを復刻してくれるのが一番嬉しいんじゃないかなと思うぐらい好みなカラーです。という感じで今日はどちらかというとダンクの方が当たってくれるとなお嬉しいというような感じですが、まあどちらか一足変えたら同じぐらいの感じで考えております。という感じでこのまま結果が出るまで待ってみたいと思います。次のシーンに飛んでみましょう。さあ、それでは間もなく結果が出る頃でしょうか。初戦から幸先よくいいスタートが切れるか。ナイキダンクローフリップ、エアジョーダン1 KO シカゴ、購入できるのでしょうか、それともできないのでしょうか。結果は、あー、ダンクの方がダメでしたね。いやー、今日ある程度数があるんじゃないかなと思ってたので、まあちょっとへっこみますが、まあ仕方ないですね。では AJ1KO の結果も待ちたいと思います。あー、こっちもダメでしたね。いや、まあでもこっちは販路も狭かったと思いますし、買える可能性も高くはないかなと思っていたので覚悟はできていましたが、でも両方買えないと、まあやっぱりちょっとへこみますね。まあ少し幸先の悪い初日になってしまいましたが、まだ次回も本命が控えているので15日に期待したいと思います。では次回のチャレンジに飛んでみましょう。はい、ということで本日5月15日は2戦目ですが、今日も AJ1 とダンクのコンビに対戦を挑むことになります。
で AJ1 シャドウの方が5月に欲しいスニーカーで1位に上げていたモデルということで、今日でランキングに上げていたモデルが全て終了という感じになるので、なんとか今日は勝ち取りたいなと思っております。でダンクの庭師についてはランキング時点では情報がなかったので取り上げてませんが、こちらもいいカラーのダンクだなと思っておりますので、できたら買えたらいいなと思っております。でちなみに事前抽選も可能な限り申し込みはしておりまして、現時点ではもちろん朗報がない状況となっております。そのため今日のスニーカーズが最後になるかなと思います。ではこのままくじを待ちたいと思います。はい、くじを迎えました。今日の2足はダンクの方が抽選ではないので、まずはダンクからですが、エラーを起こさずに購入ボタンを押せました。無事保留中にたどり着けました。まあこれでとりあえず一安心というような感じですかね。では続いてシャドウ行ってみたいと思いますが、こちらも抽選に参加できました。で今日の2足について、まずエージェンはシャドウの方ですが、限定オファー来ましたみたいなのを昨日かなめちゃくちゃ見まして、慌ててスマホを確認したのですが、もちろん私の元にオファーなんてものは来ておらずというような感じでした。ただまあオファーの数も明らかに多かったような気がしたので、もしかしたら数自体まあまあ多いんじゃないかなと思っております。でそうなると買えるチャンスも多いと思うので、今日はもしかしたらいけるんじゃないかなと期待しております。で一方庭師の方はスニーカーズ以外の販路が今のところめちゃくちゃ狭くて、後日販売があるのか、まあ、それともこの販路のまま終わるのかわからないんですが、まあ、こっちはちょっと厳しいんじゃないかなというような気がしております。で抽選が終わるまで時間があるので、ちょっとだけ今後のリリースも見ておきたいと思うのですが、結構この後もリリースが続いておりまして、今スニーカーズで上がっている中で積極的に狙おうと思っているのが2足ありまして、そちらご紹介したいと思います。まずはアンブッシュのダンクハイの青ですね。でこれは黒を変えているということもあってレビューも上げておりますが、実際に物を見た上でもやっぱりすごく出来がいいなと思えるような一足だったので、積極的に狙っていきたいなと思います。でもう一足はついに来たというような感じですが、ポール・ロドリゲスのワット・ザ・の SB、 これは狙いたいですね。でこれはリリース情報が揃っていたら今月のランキングの1位にしたかもしれないぐらい欲しいです。まあ買える可能性ほぼないと思うんですが、なんとかなんないかなと祈っておこうかなと思います。という感じでこのまま続いて結果が出るまで待ってみたいと思います。次のシーンに飛んでみましょう。さあそれでは間もなく結果が出る頃でしょうか。せめて1勝ぐらいはさせてほしい。ナイキエアジョーダン1ハイシャドウ 2.0 ダンクロー庭師、購入できるのでしょうか、それともできないのでしょうか。結果はとりあえずダンクがダメでした。やっぱりか。まあこっちは相当厳しいと思ってたので、まあちょっと切り替えてシャドウの方を待ちたいと思います。はい、やっぱりダメでしたね。いやいきなりドライやなと思われたかなと思いますが、まあ動画上カットしてるだけで実際もう30分ぐらい待ってたんですよね。ただでさえ保留中が長いと死亡フラグというような感じなのに、さすがにここまで待ってゴッテムできたことはないので、まあ待ってる間に十分外れを刺しておりました。いやー数はめちゃくちゃ多そうだったので変えてくれるんじゃないかなと思ってたんですが、もう完全に勘違いでした。でこれで5月はスニーカーズは全滅という状況が続いております。まあでも今日は買えた方も多かったのではないでしょうか。12日の分も含めて皆さんの結果もぜひぜひコメントの方にお寄せくださいませ。おっと、ということで本日の動画もここまでのようです。今回は AJ1 とダンクのコンビに2連戦で挑みましたが、無事に全敗となってしまいました。
次回は頑張れと思っていただけましたら、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の試合でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。